ここからは一人一人に喜びと感動を、小野寺グループと湘南ユナイテッド BC の提供でお送りします。ハマる横浜 FC のゲストは今シーズンアカデミーから昇格したバン・イヤーデン・ショーン選手です。よろしくお願いします。お願いします。やっぱり第一印象は大きいなっていう、そしてめちゃくちゃ男前ですね。ありがとうございます。大変だったんじゃないですか、卒業式とか。まあそこそこっすね。おでも自分でそこそこって言えるぐらいってことは結構だと思いますよ。まあまあ感じ、ちょっと可愛くなってるところがまた可愛いですね。じゃあプロになって感じていることって何かありますか。まあ、自分武器ビルドアップっていうのを掲げてたんですけど、全然プロになるとスピードも違うんで、もっと技術つけてもっとビルドアップ上手くならないと試合出れないし、強さっていうのは自信あったんですけど、全然強いし速いし、でやっぱ最初の 1,2 ヶ月ぐらいは苦労して、やっと今、まあ、ちょっとはできるようになってきた感じです。いろんな歌詞好きなんですけど、まあ、ブルーノ・マーズはちっちゃい頃からよく車で、お父さんグラミー賞の CD とか買うんで、昔からずっと車で流れてた音楽なんで。小さい頃から車で流れてる音楽がブルーノマーズなんですね。だから勝手に好きになってたみたいな。もうなんかこう自分の中で結構馴染みのある、はい、あの家で結構海外のバラエティとか流れるんですけど、うん、お父さんがそういうの好きで、でバラエティとかも結構出てて面白いなと思って、はい、ブルーノマーズがバラエティに出てるんですか。海外の多分バラエティかなんかにゲスト出てて、はい、トークとか面白いなみたいな。そうなんですね。感じでも見てました、ね、音楽が好きなんでいつも寝るときは流しながら寝てるみたいな。おしゃれな寝方。自分お兄ちゃんと同じ部屋なんですよ。二段ベッド寝てるんですけど。え、かわいい。いつもうるせえって言われて消されるし。お兄さんは音楽なしタイプなんですね。なしタイプで、自分は寝るときにちょっと電気ついてる方がいいんですけど、はい、お兄ちゃんは絶対それ嫌なんで。全然兄弟で合わないですね。なんで冬も、まあ、キンキンの部屋が好きなんですよ自分は、はい、あの布団にくるまってあったかいみたいな、うんうん、でもお兄ちゃんはめっちゃ暑い部屋で寝るのが好きみたいな。生活しづらいんですけど。喧嘩とかにならないんですか。中学生頃まではもう結構殴り合いとかあったんですけど、おもう今は引いてくれです。毎回寝るまでは我慢してくれるみたいな。まあそこでは譲り合いですね。 そうそれだけ大きくなっても2段ベッドで寝てるっていうエピソードがまたすごく可愛くてほっこりしました。家の中でも外でも自分が一番だみたいな感じで言ってるんで、お自分でも思うんですけど、わがままだし結構他人に譲れないもんは強い意志があるんで、ザ・スエッコって感じ。ザ・スエッコ、はい。一番俺末っ子っぽいなって思う瞬間の何かエピソードってあります？ちょっかい出しちゃうですね結構。お以前ね、あの高潮選手と清水選手にお話をねちょっと伺った時に、はい、心を洗い直してほしいみたいなちょっとこうあったんですよ。あそれについては。いやそうですね、あんま悪いことはしてないと思うんですけど。えでもそれこそなんかこうちょっかいというかいたずらみたいな。二人とも喜んでるんで。あ、喜んでるんです。あ、どんないたずらするんですか。もうほんとしょうもないことだと、なんかスマホとか充電しちゃって、はい、わざとコンセント抜いたり。ちょっと待って、ユースの時になんか物忘れをしたらなんか罰みたいなのがあったんですよ。あ、もうそれはあのチームのルールとして、あのその学年の中で決めてて、はい、でわざとなんか忘れるように物を隠してたりとか。え、結構なんかしょうもないというよりまあまあはめるみたいな感じです。先輩にもそういういたずらとかちょっかいとかって出すんですか。まだ伺ってる感じです。ああ、なるほど。え、でもしてるかもしれないです、無意識に。やっぱ性格だからそれが。うん、してるかもしれないです多分。でも自覚はない。ないですね。でもね、よくそれこそすごく名前が上がるのが武田英二郎選手。うん、その優しいとかいじりやすいみたいな。確かにそれはあるっす。やばあるけど、あるけど、まあ、自分はやんないっすよ。ジュニユースの頃からずっとトップで見てきた選手なんで、まあ、そんないじれることはできないっす。そこを自重してる。レジェンドみたいな感じっす。
見てもらったら分かるんですけど、この体格を生かした球際の部分だったりヘディングっていうのは自分の武器にしてて、190センチで足元がある選手っていうのは結構珍しいと思うんですけど、もうまず自分の武器一番出したいのは球際の部分なんで、まあ自分が寄せれる距離ぐらいまでわざと近づいて、わざと出させるような立ち位置取って、入ってきたらもうすぐガーンって通しに行ってっていう駆け引きはしてます。ただそれってどうやって練習するんですか？いや、感覚ですね。感覚、練習とかから、まあ、その微妙な立ち位置っていうのを自分の中で探して、まあ、試合でやってみるみたいな感じです。こう特別な練習方法とかがあるわけではなく、ないですね。球際はもう気持ちの部分だと思うんで、気持ちが強い方が勝つと思うんで。その大きいことって、はい、サッカーではいいことばっかりですか？はい、やっぱ日本だと結構身長ちっちゃいサイドの選手とか多いと思うんですけど、うん、やっぱそういう細かい動きされると、どうしても足長いんで、その対応っていうのはちょっと遅れるんで、そこは難しいところです。逆にこうリーチがありすぎると、はい、一瞬のスピードっていうのはやっぱ自分よりも全然身長小さい選手の方が速いんで、うん、詰め方とかその足の運びっていうのをどんだけ最短で戻れるかっていうのを今取り組んでいるところですね、はい、不利な部分を少しでも減らすために、はい、ショーン選手、横浜 FC にとってどんな選手になりたいですか？鉄壁のディフェンスっていうのを横浜 FC には必要だと思うんで、まあ、自分が毎試合無失点で終えられるようなセンターバックになりたいっていうのは思います。ここまでは一人一人に喜びと感動を、小野寺グループと湘南ユナイテッド BC の提供でお送りしました。